くそー、反乱軍め、いまいましい。あの魔女のことだ。どうせ死んではおらんだろうが、わしの失態を報告されたら厄介なことになるな。ゲイリー様、こんなところで何をされるおつもりで。はあ、いいかお前たち、我々は廃山兵だ。城を捨てて逃げ帰ってきたとなればどうなるかぐらい想像できるだろう。まさか処刑。いやだ、死にたくない。私には家族が。まあ落ち着け。そもそも迷いの森を抜ける手段が今のわしらにはないだろうが、要は再び進行できるよう経路を確保しておけばいいのだ。あの魔女には止められていたが、ここの結界を消す方法は簡単だ。火を消さなければ。急ごう、エルドリンで。よし、行こう。出るぜ。やるか。分かった。出陣いたします。どこへでもひとっ飛びですよ。向かいます。考えるんだ。行くぞ。どこへ参りましょう。進軍します。やられる覚悟はできてるか。まあこんなもんだろ。すぐ行く。俺が相手だ。我が武勇お見せします。まあこんなところだろう。我が軍に誉れあり。お呼びでしょうか。お任せを。さて、よし、押さえたぞ。さあ来い。もっと強くならねば。どう出るべきか。向かおう。分かった。制圧した。
俺の番だ。すぐ行く。着いたぜ。癒されます。お相手いたしましょう。良い調子です。考えるんだ。よし、ご期待に応えましょう。承知しました。俺が相手だ。やったぞ。どう出るべきか向かおう。いいぜ。分かった。ここは抑えた。考えるんだ。よし、さて向かおう。どう出るべきか全力考えるんだ。我が武勇お見せしましょう。我が軍に誉れあり。どこへ参りましょう。お任せを。出陣いたします。彼より役に立ってみせますわ。向かいます。いいものを手に入れた。さあ来い。よりお役に立てますね。さてよし、好きにはさせない。勝利を積み重ねよう。考えるんだ。行くぞ。制圧した。よし、考えるんだ。向かおう。お任せください。行けます。ここだな。さて考えるんだ。どう出るべきか。行くぞ。これは使えそうですね。ああ。誰に来ます。報いを受ける時間だぜ。足手まといにはなりませんよ。仰せのままに。やられる覚悟はできてるか。これで褒めてくれるかい。進軍します。制圧しました。お望みのままにいたしますわ。あちらですわね。俺の番だ。分かった。さて容赦しません。撃破しました。どこへでも人。了解です。報いを受ける時間だぜ。俺にかかればこんなもんさ。いいぜ、すぐ行く。お呼びでしょうか。お任せを。ここはいただきます。お任せください。向かいます。ここは制圧した。やるか。分かった。我が武勇お見せしましょう。少しまだ伸び足りないね。どこへ参りましょう。へえ、もらってくか。で、考えるか。どう動く。支援感謝します。
どう出るべきか。力があふれる。どこへでもひとっ飛びですよ。さて、向かおう。どう出るべきか。恩に来ますわ。私の前に立つなんて日頃のた私いいでしょ。期待に応えましょう。承知しました。出撃する。応えてみせよう。私に任せろ。次はどうすべきか。さて、行くぞ。立ち塞がるなら排除する。判断分どもめ、一度ならず二度もわしの邪魔をしよって、もう堪忍ならん。ここで決着をつけさせてもらうぞ。ねえ、危ねえ。追いつかせ。それ回復よ。いくぞ。回復するよ。片付けろ。手を貸す。決死的だ。痛えだろうが。危ないところでしたね。気をつけて受けてみろ。おのれ、ミスターペルカ。一息ついて。一休みだ。こうだ。こいつも取っとく。世話の焼ける。恐れるものなどない。考えるんだ。礼を言おう。どう出るべきか。向かおう。俺が相手だ。ヘルヘイムの巫女としてあなたを許すわけにはいきません。行きなさい。魔力を乗せるよ。分けてあげる。守ってあげる。行きなさい。こうす。このわしが傷を癒します。いい調子だ。まだ伸びしろがあったなんてね。また一歩進めたな。この子も喜んでくれてます。喜ばしい成果です。若い子には負けないよ。よし。ゲイリー様、逃すわけには参りません。貴様ら、このわしを裏切るのか。ゼノイラに戻れば処刑される。そう言ったのはあなたでしょう。投降するにしても手土産は必要です。わしを差し出せば許されると思っておるのか、浅はかな奴らめ。命令に素直に従った自分たちには罪がないとでも思っておるのか。いいか、よく聞け。助かる方法をお前たちに教えてやる。煙に巻こうとしても無駄です。あなたの話に耳を貸すつもりはない。立っているのもやっとでしょう。おとなしくしてください。
ふざけおって雑魚どもが、やれるものならやってみろ。抵抗するか。ゲイリー、同士討ちとは何という最後だ。反乱軍どもか、笑いたければ笑え。ゲイリー、私を騎士団から追い出したあの時のことを覚えているか。コルニアを守るためならどんな不祥事も許さない。女王陛下に仕える資格はないとあんたは私にそう言った。コルニアのために尽くしていたあんたはどこに行ったんだ。笑わせる。わしは何も変わっておらんわ。なぜコルニア王家を裏切りゼノイラに忠誠を誓っていた。ジョセフ様やアレイン殿下が生きていることは知っていたはずだ。コルニアのためにできることはあったはず。わしにとってのコルニアはイレニア女王陛下あってのコルニアだ。ならばなおのこと殿下のもとへ参じるべきであったであろう。創生して陛下の心に居座り続けたあの王輩の粉だ。どうでもいいわ。それにな、陛下を守らずに逃げたお前とは違う。わしは陛下を守り最後まで戦った。お前たちに非難されるいわれはない。神樹は無事のようです。本当によかった。アレイン様、ありがとうございます。いや、大事に至らず何よりだ。しかしゲイリーはなぜ神樹を。この木は数千年にわたって魔力を蓄積しながら成長したもの。神樹はこの大地に生きるもの全ての生命の源であり、大地の力を得た精霊たちが外の汚れからこの地を守るのです。そう、それがエルヘイムの入り口にあった迷いの森の正体よ。ヤーナも来ていたのか。久しぶりにこの木を拝みたくてね。なかなかお目にかかれないし。迷いの森にはね、精霊たちがたくさんいるの。彼らが森中の木々を揺らして人の五感を麻痺させるのよ。兵士が迷ったり体調を崩すのはその影響。まさに自然の結界ね。でも真珠が失われるとその結界もなくなってしまう。進行経路の確保を目的に真珠を焼き払うとは許せないな。きっとこれまではアルチーナがあの男を押さえつけていたのよ。ここが燃えれば自身も精霊魔法を扱えなくなってしまうから。何はともあれ真珠が無事でよかったわ。皆様のおかげです。本当にありがとうございました。